皆さんこんにちは。朝バー亀仙流チャンネルの朝バーです。今回はですね、 Amazon で売ってるラジコンシリーズからこちらのスケールクローラーをご紹介したいと思います。こちらは12分の1スケールの 4WD スケールクローラーになっています。過去に MN99S という DRC さんの RC カーをご紹介したことがあるんですが、それの新型のマシンとなっています。形的には非常によく似ているものになりますが、細かいところが少し変わっていたりバージョンアップされていたりとするモデルとなっています。はい、では早速開けていきたいかなというふうに思います。車両本体です。プロポです。そこに汽笛もついています。走行用バッテリーです。リチウムイオン電池2本ですね。 1300mAh となっています。充電器と工具類ですかね。はい、これはバックミラーのミラーだと思います。から取扱説明書になります。今回かなり簡易的な紙1枚のものになっているようです。そしてステッカーが入っています。そして充電器のケーブルと一緒に入ったこのプラスチックパーツ、これ何に使うのかなと思ったんですが、おそらくここにこう取り付けるパーツっぽいんですけれども、これをつけてしまうとこういうふうにしまうときに入らなくなってしまうのと、構造上ですね、こう引っかかりがここあるんですが、パチンと入れるとこれ取るのが非常に困難だと思うので、まあ別にこれアンテナといっても多分見た目だけだと思うので、今回これはつけないで使います。はい、それでは早速準備をしていこうと思います。まずはこちらのシールですねを、コスコーナーせっかくなので、つけてしまおうと思います。すごいですね、こういうところのこだわりも非常にいいなというふうに思います。よいしょっと。過去に、違う、マシンでこうパーツ、ドアノブとかいろいろこうパチ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 、取り付けるものがあったんですが、今回はそういう細かい取り付けはなく、このシールを貼るだけで、完成しました。こういうのをあまり、僕組み立てとかあまり得意ではないので、最初からほぼほぼ完成になっているのはすごくいいことだと思います。はい、これでとりあえずマシンの方の準備が終わりました。はい、次は、プロポの準備します。プロポの方ですね、底の方に、ビスがついているんですが、こちらのネジを付属のドライバーで外していただいて、蓋を開けると単三缶電池3本で駆動するようになります。単三缶電池は別途お買い求めください。それでは早速バッテリーを入れたいと思います。バッテリーはですね、今回もこのボンネットの中に入れるようになります。こうパカッと開けるんですけれども、実はこれ結構ですね、このボンネットの先っぽが先ほどのこれのここですね、この引っかかりと同じような感じでパチンと引っかかっているので、なかなか上げてもここが引っかかって全然硬くて開かなかったんですね。なのでこのど真ん中ちょっとくぼみがここあるんですけども、このくぼみのところをちょっと押してあげてこう開けると比較的開きやすかったです。なかなか横にとことかこうもっと結構持つとこなくなって結構硬いんですよね。ちょっとお子様が開けるにはちょっとこれ大変かなっていうふうにも思ったんですが、ここのところ真ん中のところを押して振ってやると意外と簡単に開きますので、ここを爪割れるとパカパカしちゃって閉まらなくなってしまうので、無理に開けずにこうちゃんと気をつけるようにした方がいいと思います。そして中見ると、ここですね、 DC7.4V と書いてありますので、このコネクターに接続して、はい、終了します。これでもうマシンの方の準備はできました。スイッチはよいしょ、ここですね、ここのところがスイッチになります。ではこちら電池も入っていますので、スイッチを入れます。このボタンですね、ここのボタンを押します。はい、そしてスイッチオン。
はい、というわけで、もうすぐ準備ができました。もうプロポの電池入れて、付属のバッテリーですね、こちらの方充電したらもうすぐ走れるというのが、このレディセット、完成品ですね。レディトゥーランの、非常に便利なとこだと思います。はい、そしてこちらの方ですね、電飾もついています。でこちらの方、電飾の方はこのボタンを押すことによっていろいろこのフォグランプですかね、ここの部分が変わるようになっています。結構いろんな色が変わったりパターンも変わるんで結構明るいですからね、これも結構楽しいと思います。そして今回 4WD となっていますので、はい、しかもこのデジプロ仕様ですね、ちょっとだけ握ると回り始めて、握る量に合わせて速度が変わるという本格的な RC カーとなっています。これが安いラジコンだとこのオンオフしかないのでこういう動きしかできないんですが、やっぱりスケールクローラーっていうのは遅く走る醍醐味がありますので、このゆっくりですね、このゆっくり走るこの細かい操作ができるのがすごくいいと思います。そしてもちろんステアリングの方も触った量に合わせて角度が変わるようになります。そして見てわかりますかね、このウィンカーが今回もついています。ステアリングと連動してウィンカーがついているよいしょ、後ろの方のウィンカーもちゃんとついています。はい、そして、まあ、これ説明書に書いてあるんですけれども、こちらステアリングですね、こちらを細かく2回右に押す、やると電気が消えます。もう1回やると電気がつきます。今度は左側ですね、左側に細かく2回やるとハザードがつきます。でこちらは、進んでこうステアリングを触ると解除されるということが書いてあります。よいしょ、それでは軽くちょっと走ってみたいと思います。先ほど言っていたゆっくり速度が、ゆっくりっていうんですかね、動作量に合わせて速度が決まりますので、ゆっくり走ることができます。こういうゆっくり走ることができます。このスケールクローラーでこのゆっくり走るっていうのがすごく重要なんですが、ゆっくり走ることができるのがすごく、ポイントが高いと思います。たまにですね、こちらの方をシャーシが実は同じもので、裏を見た時にこのところに、なんかトリムを、いじるものがあるんですが、はい、これトイラジコンの場合ですとステアリングのトリムここで合わせてもらって、このステアリング曲げる方は細かい動きができずに、こう前回しかこう動かないようなことになるのでトリムが調整できないので、まあ、そこのところでトリム調整するんですが、これに関しては細かいステアリング操作もちゃんとできる本格的な RC になっているので、いろいろな走行ができると思います。もうゆっくり走れるという、はい、すごくいいと思います。そして逆に速度、速い速度もできますので、ちょっとこう狭いのであまりしたくないんですが、例えばこんな感じでもうウィリーしちゃうぐらい、はい、ハイパワーな、そんなラジコンとなっています。それでは外に走りに行ってみたいと思います。はい、それでは早速走らせてみたいと思います。まずはトリムですね、まっすぐ走るように調整してみたいと思います。ちょっと左に曲がっているようなので右の方にずらして、はい、これでまっすぐ走るようになりました。ではとりあえず軽く走ってみたいと思います。これが今低速走行中です。そしてこれが
構速度に、まあ、スケールクローラーなんでそんなに速度出なくてもいいと思うんですけども、ちょうどいいぐらいの速度ですね。これぐらいの速度ですとお子さんがこう 100% アクセル握ったままで走ったとしても、まあ、見てる方もあのそんなに、危ないなっていうふうに思わないんじゃないかと思います。それではここの部分ですね、スイッチがついてるんですが、これはドラッグブレーキになります。今ドラッグブレーキがオフになっています。この状況ですとアクセルオフにした時もそのままスーッと流れていってしまいます。ちょっと見せますね。この状態からドラッグブレーキがない状態はこういう感じになります。はい、という感じでアクセルを離すとスーッと下にブレーキがかからず落ちてしまいます。でこれをスイッチをオンにして、今度はドラッグブレーキがかかった状態にするとこうなります。こうアクセルが触ってないときは止まって、アクセルの動きでこういう感じになるので、下り坂などで、ブレーキがかかった状態になります。はい、これがかかってない状態なので、これは使い分けた方がいいと思います。これぐらいの外で走ると意外と最小回転半径も割と小回りが効くので結構わーっと楽しいですね一応4速にはなってるんですけれども、さすがに重心が高いので、まあ、無理をすると転んでしまうのかなということで、まあ、走らせる楽しみが逆にあっていいんじゃないかなというふうに思います。こういうところですね、ここでジャンプみたいな感じになって、スケール感もあって、スケールクローラーとしての楽しさもありつつ、このラジコンとしての楽しみもあるので、お子様なんかはスケール感よりもやっぱり走らせる楽しみをやっぱり求めると思うので、こういう感じでラジコンとして、本格的な、デジプロ仕様のこういうラジコンっていうのは非常に楽しいんじゃないかなというふうに思います。こういう超低速でこうスケール感のある走りをこう楽しみつつ、こう走る楽しみもありつつ、こうフルスロットルでこれぐらいの速度をぶつけちゃった、こういう、ラジコンとしての走破性を楽しむ楽しみ方もできるので、こうラジコンっていうとなんかこうビューンと速いラジコンをやっぱ想像する方多いと思うのですが、初心者の方はこれぐらいの速度の方が操作するのが非常に楽なので、初めてのラジコンには非常におすすめができるラジコンですね。スケール感も非常に高いですし、コスパもいいですし、性能もすごくいいので、自由自在にやっぱりこう動かせるのがいいですね。おっとはい、という感じのラジコンでした。はい、今回のこちら FY003 いかがでしょうか。スケールクローラーということでかなり作り込まれたデッキになっています。こう運転席の中を見ていくと、ハンドルとか座席とか、あとシフトノブとかですね、かなり、作り込まれています。12分の1ということなので、12分の1のサイズのフィギュアとかを乗せて雰囲気を出している人なんかも結構いらっしゃるようです。はい、ミラーですね。はい、こうなっていて、荷台なんかも、はい、今回は残念ながら荷台の開閉はこれできないタイプとなっているので、この中に、荷物を乗せるとなると一回ボディとかを外さないとできないんですが、まあ、だからといってもこういうふうに作り込んでいるのは、
ディティール的にはすごくいいんじゃないかと思います。そしてルーフキャリアですね。ルーフキャリアもこれ最初からついていますので、まあ、荷物を乗せて上をこうネットとかで、つけるとすごく雰囲気が出るんじゃないかと思います。で今回、新たにですねこの、泥除けっていうんですかね、これが、まあ、ついたんですけども、こちら、先ほど走った、落ち葉とか、枝とかがあるとかですとちょうどここが引っかかってしまって、見た目にはすごくいいんですが走行性能としてはちょっと僕的には邪魔だったかななんて思っちゃったりもします。はい、タイヤの方は中は中空になってて比較的グリップの方は良かったんじゃないかと思います。デカールが入っていましたが、まあ、ちょっと僕デカールとかつける のセンスがないので、今回はデカールとかつけずにそのままの状態で使用しています。すごくかっこいい出来栄えになっているんじゃないかと思います。はい、というわけで今回のこちらですね、 DRC さんの FY0035A ですね、こちらの方いかがだったでしょうか。非常に、完成品のラジコンとしては、操作性も良く、価格的にも1万円ちょっとですね、の価格でこれだけの走行性能で遊べるのはすごいんじゃないかなというふうに思います。なかなかドン・キホーテとかに行ったりとか、あとアマゾンでもいろいろなラジコンが出ていて、見た目的にはこう同じようなものたくさんあるんですけれども、まあこちらの方もプロポの方をこう見ても、本格的なホビーラジコンなのかトイラジコンなのか、まあ、ちょっと分かりづらいと思うのですが、今回紹介したこちらのスケールクローラーの方は、まあ、トイラジコンと、まあ、スケール、ホビーラジコンですねの、まあ、中間ではあるんですが、まあ、どちらかというとホビーラジコン寄りの、速度の方もこういうゆっくりな走行からこういう速い走行まで、無段階で、走行スピード変えられたりとか、あとステアリングなんかも、細かい操作ができる。そして、ギミックなんかでも、ランプとかですね、 LED ランプが変えられたりとか、ウィンカーが出たりとか、あとヘッドライトとかもつけられたりとか、まあ、いろいろと、本格的な、
遊びができるのが、1万円ちょっとで購入できるというのは非常に安いんじゃないかなというふうに思います。そして、ただ価格がお買い得なだけではなく、バッテリーの方がですね、個人的にはすごく秀逸だと思っていて、結構ですね、いろいろなラジコンをやっていくと、まあ普通のラジコンというのはボディを外してから、中の、ところに入っているシャーシに入っているバッテリーを交換するんですけれども、こちらの商品の場合はこのボンネットですね、ここを開けていただくと、はい、バッテリーが入っているということで、ボディを外さなくてもバッテリーを交換できるということで、すごく、手軽になっています。これに慣れると、いちいちボディを外すという作業が本当に面倒くさくなりますし、大きいラジコンの場合ですとスナップピンって言うんですけども、あのピンを結構なくしがちなので、そういうものがないというのはすごく、便利だと思います。そしてこちらのバッテリーなんですけれども、最初に紹介したように、こちらの方に USB のコードをつなげて充電するだけですので、充電器などもこういちいち大きいものを準備しなくても簡単に充電することができるので、かなり楽だと思います。さらにバッテリーも2つついていますので、まあ1本走行中にもう1本を充電するなんていう使い方もできるので、これに慣れると、あの本当に他のものがかなり面倒くさいななんて感じてしまうぐらい、すごく便利なものになっています。走行時間の方も、充電の方が200分になるんですが、走行時間は60分走れるということになっていますので、1時間、まあ、走行スピードが遅いのでバッテリーの時間も長く持つということなんですが、1時間走れるというのは相当長いですし、それが2本あるということは2時間遊べるということで、まあ、バッテリー付属のもの2本あれば、とりあえず、どこかにこう遊びで持って行ったとしても、まあ、1日十分遊びに、まあ、バッテリーが足りないななんてことはあまり考えずに遊べるんじゃないかなというふうに思います。そしてこちらのスケールクローラーですね、やっぱクローラーということで、まあ、デフギアはついていないんですけれども、ご覧のように意外と小回りが効きます。まあ、これだけ、ぐるっと小回りで回れるのであれば、まあ、さほど、ストレスなく走れるんじゃないかなというふうに思います。あのタミヤさんの方ですね、僕昔 CR01 というクローラーの方を持ってて買って、まあ、走らせたことがあるんですけども、あちらの方はもうちょっとこうクローラースケールというよりはもうクローラーの方の方が、本格的になっていて、あの小回りが全く効かなかったという思い出があるので、それに比べると全然小回りが効くので、まあ、すごく、いいなというふうに思っています。速度的にもちょうどいいですし、お子様がこう今これ握りっぱなしで走っているんですが、やっぱりこう握りっぱなしでこれだけ走れるというのは逆に安全なのかなというふうに思うので、どうしてもラジコンというと速いもの速いものというふうに思いがちなんですが、遅く走るラジコンというものが逆に、速度が遅いとセッティングなんかも、悩まなくても全然普通に箱出しのままでも走ってくれるので、逆に速度が速いと、走行難しかったりして、逆にこう走らせるためにいろいろ悩んだりするので、そういう部分ではこの、スケールクローラーはすごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、こちらの方、まあ、ラジコンの方、速度がやっぱ遅いということがあって、レースをするようなラジコンではないんですけれども、まあ、よく言われるんですが、もうラジコンやる人、まあ、僕なんか特にあのレースのことを結構紹介したりしているんですが、ラジコンやる人はあのレースがやりたい人ばかりではないんだということで、こういう、実写感があるような、こういうものをゆっくりこう走らせるのも醍醐味の一つだということで、こういうスケールクローラー非常に人気もありますので、まあ、僕の弟なんかも昔こういうスケールクローラーの YouTube ですね、海外の YouTuber さんが走らせているのを見て、ああいうの欲しいんだけどどこ行ったら買えるかななんていうことを相談されたりもしたんですけども、結構ですね、海外で紹介されているもの高いものが多いんですけれども、そういう高い RC に比べてこちらは完成品でありながら非常に高性能なラジコンでありながら、1万円ちょっとで、まあ
定価だとしても1万5000円ぐらいで購入できる非常にお買い得な商品になっていますので、かなりおすすめになっています。はい、今回もですね、概要欄の方に Amazon の方の URL と割引コードですね、ついていますので、あとタイムセールなどで結構価格が安くなったりする時とかありますので、まあ、お買い得なタイミングを、ちょっとこう見計らっていただいて、でその時に、クーポンコードの方も、併用できますので、ご一緒に使っていただければ非常にお買い求めやすい価格で購入できるんじゃないのかなというふうに思います。はい、まあ、今回ですね、車内に、ちょっと小型カメラをつけて、車載カメラみたいなものもやってみましたけども、そういう楽しみなんかもできるのも、このスケールクローラーの楽しみだと思いますので、まあ、ぜひぜひ、いろいろとこの手の、もの種類ありますけれども、今回紹介したもの最新式のものですので、ぜひ、ちょっと検討されてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回は Amazon で売っている DRC さんのスケールクローラーをご紹介いたしました。